マクラーレン MP4-11 は、マクラーレンが1996年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカーである。1996年の開幕戦から実戦投入され、シーズン後半戦は MP4-11 バイトを使用した。奇抜に過ぎた前年の MP4-10 の失敗を踏まえ、チーフデザイナーは、ニール・オートレイ、エアロダイナミシストは、 アンディ・デュランのコンビで設計したマシンである。また、ジョーダンに在籍していたスティーブ・ニコルズが復帰し、ウィリアムズにいたデビット・ブラウンが加入するなど、デザインチームの弱体化に歯止めをかけるテコ入れが行われた。シーズン中盤戦から、ショートホイールベース仕様の MP4、11バイトを投入し、表彰台獲得と完走する回数を飛躍的に増やした。ラウンドタイプになった。 フロントセクション、コックピット周囲、リアカウル周辺は MP4、10と比較すれば巧妙に造形されている。フロントのサスペンションアームはタイロットのカバーに加え、残りのアームもすべて扁平化された。サイドポンツーンのエアインレットは極力小さくされ、そこまでのエアの流れを整えるために大型のディフレクターが付けられている。 ドライバーの頭部保護のためコックピットサイドプロテクターの装備が義務付けられたが、マクラーレンはプロテクターとエンジンカバーの間に溝を設け、サイドポンツーン髪型の気流を効率よく、リアウィングに当てるような独特のデザインとした。リアウィング翼端板を延長して、サイドポンツーン後部と接続し、リアエンドを一枚の大きなウィングで覆っているかのようになっている。 ダウンォースが必要なサーキットでは MP410 で話題になったセンターウィングを再び使用した。ただし MP410 とは異なり支柱に取り付けるタイプになっていた。1995年最終戦オーストラリア GP で未加発起年がタイヤのパンクが原因でコンクリートウォールに激突。衝撃で舌を噛み切ってしまい。 選手生命を左右する品死の重傷を負った。ハッキネンは1ヶ月半の入院をして、辛いシーズンオフを過ごしていた。復帰が可能かどうか疑問視されていたが、2月初旬にハッキネンは3ヶ月ぶりにサーキットに戻ってきた。ポールリカールの初テストで、いきなりフェラーリのミハイル・シューマッハを凌ぐタイムを叩き出し、自らの実力を示すことで周囲の不安を払拭した。 チームメイトにはウィリアムズから移籍してきたデビット・クルサードと組、アドバイザー兼テストドライバーにアラン・プロストが加入し、8機年の負担を軽減した。開幕戦をオーストラリア GP、第2戦ブラジル GP と8機年が連続入賞したが、その後は空力もサスペンションも十分な性能を発揮せず、苦戦に追い込まれる。特に姿勢変化に弱いフロント周りの空力特性や、 高速コーナリングで難を示す足回りなどはシーズン終了まで改善されなかった。中でもフロントウィングのマウントは再三にわたって改良が加えられた。決勝最高位は大荒れのモナコグランプリでクルサードが記録した2位であったが、モナコで投入したショートホイールベースの MP411 バイトをベースに改良を行い、後半戦に向けて準備を進めていた。 シャーシエンジンショーとホイールベースの MP4、11バイトは、寸法が違うだけでなく、リアサスペンションも変更されている。空力性能が弱いと言われていたが、ディフューザーの改良も行い、安定したダウンホースを得られるようになり、第10戦イギリス GP から MP4、11バイトを、主戦マシンとした。ースペックが投入された第十戦イギリス GP 以降、予選でも、 ミカキネ年が平均2列目、デビット・クルサードが平均3列目でグリッドを確保するようになり、第9戦まで表彰台は記述した1回のみであったが、B スペック投入後はキネ年が7戦中4戦で3位、表彰台を得るなど戦闘力向上は達成されていた。1996年最速マシンを持つ王者、ウィリアムズとはまだ差があったが、その次を争うグループである。 フェラーリ F310 やベネトン V196 と互角に争う場面も見られるようになるなどマクラーレン復調を感じさせた。まだ優勝を争うまでには至らず1993年以来となるチームの優勝は翌年の MP4 から12に持ち越されることとなった。8月6日にはシルバーストームサーキットでのテスト走行に日本のフォーミュラ日本に適応し、 チャンピオン争いをリードする活躍を見せていた前年マカオグランプリ F3 覇者であるラルフ・シューマッハを招き、ドーマシンにて F1 初ドライブする機会を与えている。なお、1974年以来23年間に、わたってマクラーレンのメインスポンサーを務め続けたマールボロであったが、マールボロブランドを持つフィリップ・モリス社が、 スポンサー先をフェラーリに一本化する意向に変更したためにマクラーレンとのスポンサー契約はこの1996年をもって終了となり F1 における赤、白、マールボロカラーはこの MP4、11バイトで見納めとなった。シャーシエンジン、ありがとうございます。